おはようございます、こんにちは、こんばんは。ジャンボ、アフリカ続きをやっていきましょう。前回ね、最後の方で、新しいマップの、情報が送られてきたということで、今回はねその新しい、土地、新しいところに行けることになったので、一応そこの、そっちの方に行ってみます。あれ行けるんだよね。あ、これ新エリアの情報、チョロア教諭、チョロア教国かな、谷らしいので、あ、それと新しい、レンズを買いました。いやー、ワクワクするね。 この24から、24、105mm、105ミリまでズームできるようになるということなんですけど、まあでも105ミリか。自分が持ってるズームレンズが200ミリまでズームできるから、それに比べたらそんなにでもないんだろうけど、まあとりあえずはね、新しいマップを見つつ、このカメラの、あ、このレンズの、機能を見つつっていう感じでやっていきたいと思います。まあ、マップのところまでは、また、連れて行かれるって感じかな。今度は誰が連れてってくれるんだろう。またアンナかな。ジョラキ王国までは私に運転させてね。やっぱり。さて、行ってきまーす。さて、今日はどんな出会いがあるかな。楽しみだね。新しいレンズ、新しいマップ、そして新しい動物たちに出会える。あれ、そっちから行くの。まあいいけどさ。さて、チョロア峡谷回っていきそうだね。さて、100ミリ、だいぶ、ズームできるかな。良さげだね。さて、なんで遠回りするんだろう。左上でしょ。出現を通って、木ぼこ出現を通ってっていう感じか。木ぼこ出現もね、鳥類は確かに多かったけど、でもまだあのカンムリズルだっけ、取ってないもんね。さーて、てか、カエルっぽい鳴き声もするけどさ、カエルとかもいないのかな。ていうか、なんでこう、際を行くんだろう。マップの。ああ。
あの木の穴すごい落ち着くんだよね。すごい安全運転だな。何かいる？マップ外に何かいるとかなさそうだね。どうしようかな。こっからは水入るんだ。いやお水牛だ。よし、ここからチョロアキ王国に行けるみたい。なんだかワクワクするわ。それじゃあ行きましょう。ああ行こう。谷っていうくらいだからね、落ちないようにしないと。さて、相変わらずローディングが長い。はてさて、チョロア共和国てか共和国でいいのかな。ここがチョロア峡谷。今までとは違って、岩と砂の大地ね。うん、もう少し奥まで進んでみるわね。っていうかダチョウいるやん。あ、あれはダチョウじゃない？うん、キリンもいるね。これはガゼルか。あそこにいるのはマダラハゲワシね。ハゲワシ。アサンテ川。これはインパラか。ガゼル。他になんか物珍しそうな動物とかいない？あれはハーテビースト。ハーテビースト。何？ガゼルとインパラとかとは違うのか？この辺りから調査を始めましょうか。エリック上田、そろそろ運転したいんじゃない？ここから先はお任せするわね。分かってるじゃないか。さっき飛んでった鳥がちょっと気になったりしたんだけど、ハーテビースト。おお、ダチョウ。あのあれでしょ、あのヤーって人たちでしょ。ん、あ、サンドツリー。うん。いきなりあれは？あれがマダラハゲワシってやつか。今の良かったんじゃない？うん、いい感じ。とりあえずね、あちこち見て回ろうか。ん？
クブワロック。いちいち言いにくいよね、名前が。から上に登れる感じか。あれはインパラ？どういうこと？こっちは特に何もない。よいしょ。あ、なんか影か。ただの影だ。一番左端、マップの左端に行ってみようか。コベの砂地。ほう。いやー、面白いね。砂、砂漠。ここがマップの左端か。何かいるわけでもなさそう。まああんまりもたもたしてても、日が暮れちゃうからね。もう一つ気になってるのが、あのマップの一番上の部分なんだよね。やけにあのビヨーンって伸びてるあれがすごい気になるんだけど。出てって。てか車で行けるところ？問題はそこなんだよ。よいしょ。おー、なんかすごいな、ここら辺。ドゴロック。岩場か。すごい岩だね。え？そうそうそう、こっちか。車もとりあえずは行く。ゾウがいる。すげえ、滝じゃん。へえ、ちょっと行ってみようよ。いやいやいや、パオンじゃねえよ。ちょっと通してください。おわ、ダメっすか。こっちからこう、通しませんよみたいな感じか。まだ発見してない動物がいるかもしれないよ。あ、車でもダメなのね。はい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 、分かった分かった。よし、しょうがない、ここは諦めよう。さて、それじゃあそうだね、まずはその取ったやつ、
なんや。そうだな。動物たちから見えないように近づけばいいってこと？だとすれば、例えばあの木を使って。あー、ダメか。よし、こうしてれば戻ってくるとか。戻ってくる以前にまだなんとかこっちに来てるね。草邪魔。いいんじゃない今の。うん、だいぶ近いところで撮れたね。よし。なんかさ、小動物みたいなのとかもいないのかな。さて、ダチョウ撮ろうよ、ダチョウ。うん、押すなよ押すなよっていう。危ない。あんまり動物に近づきすぎ。なんでさ、奴らは車には近づいてこようとするんだろう。そこら辺意味がわからない。お。サンバソロオテダチョ。なんで同じ方向向いてんのあいつら。ダチョウさん兄弟。四兄弟になってる。とりあえずこう取って、よいしょ、もうちょい近づける。押すなよ押すなよ。よいしょ、お、立った。ん、糸近づいてくる、こっち来る。うん、色が薄いね。子供かな、それともオス、メス。うん、ほうほう。お、速っ。走り方よ。お、こっち向いてるね。
戻ってきてるわけではないか。あいつらもなんか威嚇とかするのかな。お？ちょっと追いかけてみる？やっふー！早っ！そういえばダチョウって結構凶暴って聞くけどね。よいしょ。戻ってくるかな。はあ、あっちにもなんかありそうだね。戻ってきてる。忘れども姿が見えず。こっち向き面白いぞあいつら予想より予想したよりもはるかに面白い走り方が。さて、それじゃあどうしようか。ダチョウ取ってきたよ。あれがさっき言ってたなんとかハート、なんとかビーストってやつ？この木とか登れないかな？登れそうな気がするけどね。やっぱりいけるいける逃げてるけど。いい感じに見えるね。おお、スキリン君はずくろいしてる。キリンがいて、他に何もいないかな。よいしょ。おい すんごい近いところ来たぞ今。
面白いな。親子親子戻ってきてるね。うん、ていうかだいぶちょっと日も暮れてきたかな。降りよっか。さて、あとは鳥か。なんとかハゲワシってやつ。降りてきてくれないかな。あれ、いなくなっちゃった。うん、夕方になっちゃった。あ、そう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 、そういえば前回もやり忘れてたんだけどさ、これってなんか使えないの？キャンプに欠かせない軽量&コンパクトなドーム型テント。また遠いところに降りたな。そう、ああ登ってきちゃった。いいね、君いい顔してるね。ちょっと暗めにしておこう。うん、いやダメか、逆に明るくしないとダメだ。これシャッ、おっとっとっと、シャッタースピードでもあれになっちゃってるか。マニュアル、絞り優先にして、F値を絞りすぎか。だいぶブレてるんじゃない。いやでも良さげだな。微妙。帰るか、日も暮れてきたし。あ、でもどうなんだろう、ここら辺で待ってたらさ、あのテントを使うとかって選択肢が出たりしないのかな。ちょっと気になるよね。待ってみるか、時間まで。だいぶ飛んじゃったね。1くらいか。アイスタート。
オートフォーカス、うん、連続撮影はオンにしておこう。オートレビュー、うん、あー、いいんじゃない、こんなもんか。峡谷での夕日、うん、お、やっぱりできるんだ。このエリアでキャンプしますか。キャンプしようよ、せっかく買ったんだから。うん、使わないともったいないもんね。今日も一日お疲れ様、明日も頑張りましょう。うん、おっと、ああ、見れると、あー、なるほどね。キャンプをしたときはあの寝るしかないんだ。なんかさ、取りに行くとかできないの？危ないからダメって言われる？せっかく夜キャンプしてるんだからさ、同じことしか言わない。しょうがないな。じゃあ休みますよ。まあ火焚いてればね、大抵の動物は近寄ってこないからね。襲われることもないと思うけど、ローディング画面にこれ出てるシルエットってライオンだよね、おそらく。ライオンもいるのかな。いたら面白いけどね。うん。おはよう。テントを片付けたら出発しましょう。うん。さて、何かいるかな。はあ、ズームアップ、サンドスリー、ここがすごく気になるよね。神戸の砂地。っていうか、すごい、もやがすごい。見て、ミヤキャット。はっはっはっは、かわいい。この辺りにはミヤキャットの巣がある。マジか。出てこないかな。ちょっと出てきてよ、また。ん？出てこないかな。ここら辺でちょっと待ってみようか。さっきのね、面白かったけどね。ミーアキャットとかいるんだ。ダメ？
巣穴っておそらくこれだよね。出てこない。なんかイベントこなさないとダメ。そんなことはないと思うけどな。出てこない。ちょっと出てきてよ。あれミーアキャットじゃね？なんでもうちょい下生きるでしょ。エリクエダ。後ろ向いてやってるけど、なんでそこしかできないの。じーっとしてたら出てこない。ダメ？ダメか。なんかイベントこなさないとダメそうだね。これぐらいに上げておくか。頭引く。
座ってるよ。あー逃げちゃった。でもこいつら結構取りやすいね。鳥だけに。ごめんすみません、とんでもなくくだらないことを言った気がする。うん、いいんじゃね。ミニアキャットも出てこないし、うん、いないね。ゆっくり歩いていってればさ、どっかのタイミングで出てきてくれるとかない？うん、この岩とかも怪しいよね。隠れてればさ、出てくるとかない？急戦？あんまり持久戦とかやりたくないけどな。待ってたら出てこないかな。一回逃げちゃったらもう出てこないってことありえる。どうなんだろう。しょうがない、諦めるか。車が近くにあるからとかそういうのもないよね。まあいいや、とりあえずだいぶ取ったから帰ります。こっちから帰ろう。おそらくこっちから行けば直で草原の方に出れると思う。川を下っていくと。エリック上田、この先の地図はまだ本部から届いてないよ。え？まだ地図があるってこと？なんだ。ここからは帰れないと思うか。湿原通っていかないといけないのはめんどくさいな。木箱湿原へ。はあ。とりあえず今日はじゃあ、テントに戻って、あれだ、写真を取り込んだら終わりにしましょう。うん。で、もう一つまだ木箱湿原の冠鶴を取るっていう依頼をクリアしてないからね。そこら辺も含めて、次回、次回はその冠鶴を撮影しに行こうか、
のミーアキャットも気になるからね。ミーアキャット依頼で出てきそうだな。濡れなくていいからいいね、車で。危ねえ危ねえ危ねえ。よいしょ、読書、ドゥーマ草原へ。新しい動物って言っても今回見たのはそのハゲタカと、なんとかビーストとダチョウくらいか。うん、ミーアキャットも出てきたけど、ミーアキャットがね穴に引っ込んじゃって見れなくなっちゃったもんね。出てこなくなっちゃったから、そこもねどうやればいいのか。意外と難しいね、このアフリカってゲームは。うん、まあ、自然を撮るっていうあれは面白いけど、よいしょ、そう、ははは。さあ帰ってきた。危ない。ちょうどお昼くらいかな。それにしても暑いわね。あー、よし帰る。弱ったわ。ミーアキャットは警戒して巣穴から出てこなくなっちゃった。あ、やっぱりあれそういうイベントだったんだ。何かいい方法はないかしら。本部に機材の申請をしてみるわね。うん、ありがとう。それじゃあ、ギャラリーに取り込んで、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。次回、カンムリズルと、ミーアキャットを出す方法っていうのをまあ調べていきたいと思います。それではお疲れ様でした。